2回ジャスがで、なんとかなった。おら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 、あ、終わったんだけど。くそ、ダメだった。終わった。くそ、強っ。あ、終わったか。いい戦いで終わったな。どうするかね、これ。 B サポ使われちゃった。ガッツインパクト、怖っ。怖い。なるほどな、無敵からのガッツインパクトが。混乱してるからカモだと思ってるか。こっちはちゃんとな、混乱状態でも戦えるように練ってるんだぜ。去年ぐらいにさ、似たようなルールで遊んだ時も、バスターマックスで強制的にチップ使っちゃうから、それでどっからでも当たるチップだけで組んだみたいなデッキとかあったんだよな。それをちょっと使ってる。ドリンビット。OK、大丈夫。代わりに。ピューピューピュー。よかったー、サンクチュアリ消えてくれた。逆にありがてえな。逃げよう。もらっちゃおう。いやでも、これね、いや今日はね、自分一回も連打してないから、アスターマックスのせいで、勝手にチップ使っちゃうから、連打しなくても済むぜっていう、ボタンに優しいデッキです。いやー、決められた。君は踊り狂って死ぬ。行きたい、そっち。痛い。くそくそ、舐めやがって。君は踊り狂って死ぬ。200バリア強いね。君は踊り狂って死ぬ。くそ、ブラザーフッドだ。出た、ブラザーフッド出たー、出たー。威力10かける、頑張ったら5ヒットぐらいするやつ。自分も前に使ったことがあります。ブラザーフッドにアタックプラス30をつけて打ったことがあります。弱かったです。悩むねー。迷うねー。これ使うか。変わり身じゃないんだぜ、そこは。どうするか、サンドステージか。切ないです。大丈夫、領域展開するから。草がいっぱい生えて回復するから。怖いねー。君は踊り狂って死ぬ。痛い。これさ、 A 押しっぱだとさ、先行入力できるんだ。やってみよう。本当？本当だった、マジで。そうなんだ、治ってないんだ。治ってないというか、自分ウィキ情報でアドバンス時代にあったって聞いて、さすがにアドコレでは治ってるだろうと思って一回やってみて、なんかね、できなかったから、絶対治ってると思ったらそうだったんだ。先行入力できないと、やばいんじゃないか？アドコレはどんどん遊びづらくなってってるよ、初見のプレイヤーに。ガッター、やったぜ。勝たせてもらおう。このまま、前を、行くぜ。ピューピューピュー。応援か？怖いね、まったく。最近のルーキーは怖いよ、まったく。ドリームビッタ強いね。メットガード入ってるから、いける？いける？メットガード神。メットカード神じゃん。草むらステージ。いけるね。いけるか。どうだ？苦しむがいい。そっちは地獄、こっちは天国だ。苦しむがいいさ。自分は一歩も動かないからな。動いてもどこ行くかわかんねえからな。あ、これ前にだよ。前に出るのはいい。前に出てよ。これはありだ。ガチでエレンダー負けるんだ。そうなんだ。じゃあ自分がやってたのは間違いではなかったんだ。連射痕には勝てない説もあるんだ。連射痕、そうなんだよね。さ、あのね、そうなんですよ、それ。そうなん、連射痕が出ちゃうんだよな、エグゼさんは。痛い。意外と強そう。強そうに見えるが、そんな強くないから、ブラザーフッドくんは。使ったことがあるからわかるぜ。ブラザーフッドは強そうに見えるが、威力が10だ。動画相手も威力10のブラザーフッドだ。強そうに見えるだけだ。痛っ。やったぜ。サンクチュアリ、おお、怖い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 。床下モグラも怖い怖い。ここで、そうだ、これ使って、でここで、そうだな、まあ連打とかせずに勝手に使っちゃうからあれなんですけど、壊れたー。キラー剤は強い。
ここじゃあミスった。やばい、やばいっすね、これ。あ、やばそうです。すごくまずそうです。これさ、逆にさ、前に来てくれるってことだよな。それを狙って、村正ブレードを打つのはありなんじゃないか。向こうはガッツインパクトを当てたいはず。つまり前に来てくれるから村正ブレードが刺さるはず。だが安全に行く。だが安全に行く。読みが外れた時のリスクがでかすぎるため、安全策で行きます。そうだな。そうだな。Bサポあんじゃん。Bサポ使わせてなかったわ。Bサポ使わせてなかったわ。サンドステージ。あ、ここでか。なるほど。おー、モグラいっぱい使ってくねー。エリア張り替えをひたすらするぜ。ボディガードやばい。やだー。踊り狂って死ぬのは俺だった。踊り狂って死んでるのは俺の方だったー。おらプロトアーム。いやーでもちょっとダメージがやばいな。ダメージレース負けてる。やば、使わなきゃ。オッケー、危ねえ、危な。やったぜ、ガッツインパクト。ガッツインパクト威力低いからな。恨むならガッツインパクトの威力の低さを恨むんだな。パニムで踊らせるありだ。パニムで踊らせるはありだ。踊り狂え。ちょっと上行きたいのに、上行きたいのに、上行きたいのに行けない。いやー今12ターンか。じゃあまあでもだいぶ削れてはいるから、いけるいける。上行きてー、上行きた。おーっとっとー、怖いねー。草むらステージ。踊り狂え、踊り狂うんだよ。くそ、やったぜ。いけるいける。君は踊り狂って死ぬ。一応これ使うか。いける。オッケー、勝ったー。やったぜ。勝ったのは俺です。ドリを使うか迷うね。ドリを使わない方がいいか。これ、ブルースいいかもな、ブルース。ブルース使うか。Bサポだからね。さっきと同じだから。情報ワード使うのよくないけど、まあ。まあ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 、まあ、ドリンピット、あー、B 使いたかった。ここ、あー、強い。ちょっと待ってくれー、やばい。いっと、飲み上がって。やばいやばい、殺される、普通に殺される。あ、終わった。あ、終わりです、終わりです。切ねえよ、切ねえよ。これさっきと同じなんだけど。あれ、これデジャブ ?2 回ともしょっぱい終わり方で終わっちゃうけど。え、しょっぱい、これで終わっちゃいます。痛いね、危な。やったぜ。そう、これだ。B ちょっとあれだな。B を雑に使わない方がいいか。上行きたい。OK。いた。いやー、悩むねー。ちょっと P ハメされてるんだけど。P ハメされてます。君は踊り狂って死ぬ。勝たせてください。君は踊り狂って死ぬ。くそー。なんかジャスガのタイミングさ、できるときとできないときあるんだよな。君は踊り狂って死ぬ。悩むねー。ステルスマイン。いや、フォルテ GS 耐えたのはでかい。でもフォルテ GS でワンキルをされなかったのはでかい。やだー。やった、避けたぞ、発言したぞ、ステルスマイン。いやー、踊り狂わされんのこっちなんだけど、これ悲しいのがさ、こっちはパニックムードを打った後にさ、ステルスマイン打たなきゃいけないのにさ、向こうはステマ打つだけでさ、勝手にこっちが踊り狂ってるからさ、勝手にこっちが踊り狂ってるんだよ、もう。悲しいね。回復をください。回復をください。
サンクチュアリ、あー強い。あーでもいい、全然いい、全然回復の方が、回復の方がでかい。で、これ動きたくない、もう動きたくないよ、動きたくないよ。君は踊り狂って死ぬ。いや、踊り狂って死ぬはでも、踊り狂わせた方がいいか。踊り狂わせた方がいいか。ルークは対策しないと積む気がする。まあ、対策そうだね。対策ないとちょっと、ポルターガイストとかは結構入れた方がいいかもね。君は踊り狂って死ぬ。オッケー。で、やばいっす。これは動かなくていい。硬すぎる、やば。オッケー、いける。いやー、でもドリオプラスこれかな。セーフ、アリーベデルチ。いやー、来たぞこのルール、勝つぞ、勝ってやる。エアシューズ、やっぱり便利。Bサポ。ステルスはやっぱり便利。OK で、終わらせてやろう。このショートインビジ中に、旗を壊せばよ。これで全然、卑怯じゃねえわけだな。マジかよ、大丈夫だ。大丈夫だ。ジャスガも決めていく。最後の試合だ、これが。ゴラー、勝ったのは俺です。もうね、今日の集大成です、今のが。もうこれ以上のものはもう出ない。自分のパニックムードの集大成。パニックムードがいるかって言われたらちょっとわかんないんですけど、パニックムードを入れて頑張った。勝てたの超嬉しいな、今の。